毎度金太郎です。いろんな意見がありますけど、1ラウンドから、話さないでください。全員黙らせます。以上です。堀口教授です。久しぶりの、日本での大会ということで、ファンの皆さんの前で試合できることをすごい楽しみにしてます。はい。上回ってるところは、殺す気持ちやと思ってます。そうですね。それを試合で見せます。はい。そうですね。自分は、なぜ受けたか、自分は本当に何だろうな、あまりオファーとか断らないので、それでですかね。はい。そうですね。試合を見れば分かると思うんですけど、全く違う動きだったりとかを、本当なんか動物みたいな動きってよく言われるんですけど、そういう動きみたいなので、そこら辺も楽しんでみてください。はい。堀口選手、最後にですね、日本のファンの皆さんに向けて一言ぜひお願いいたします。はい。当日ここにいる全員で、すごい面白い試合を見せるので、格闘技ってすごいなっていうところを見せるので、皆さんぜひ会場に来て見てください。お願いします。はい、ありがとうございます。では堀口選手、遅い時間すいません、ありがとうございました。はい。